さあ、出発しよう。カトル、それに裏解決屋だったか。そろそろ来る頃だろうとは思っていた。ああ、君たちの立場と昨日あった出来事、そして事件を考えればな。キャラハン教授も困った人だ。動力ネットや供給網の異常、マフィアとのつながりだけならまだしも、巡り巡ってこうして私にまで面倒事を運んでくるのだから。いや、あくまで論理的な帰結だ。彼の研究内容とタイミングを考えれば、市内の異常との因果関係は導き出せる。加えて出どころ不明な巨額の資金、説明のつかない異変という要素、ここ数ヶ月共和国各地で起きた不可解な事件とも符合する点も多い。近頃勢力を広げているというアルマータ関連といったところか。だったら、そう、いつも言っていることだ。あくまで自分でたどり着くといい。お前も研究者の一人ならばな、フィオとゼロスを完成させた時程度なら手を貸してやらないでもないが。それでは失礼する。私も私の研究で忙しいのでね。その側面は否定しない。それで、ほう、いいだろう。見せてもらおうか。ここ数ヶ月、共和国各地の事件の背後にあったはずの何か、アーティファクトでもなく、1年半前のシンギュラリティでもない、鍵たるフラグメント。
博士とキャラハン先生が以前話していたことがあるんだ。物質の最小単位の反応融合を利用して莫大なエネルギーとして取り出す技術、絶対に実現できない、いや、してはいけない悪魔の仮想兵器、リアクターウェポン、そんな風に呼ばれていたよ。行こうか。任せろ。難敵です。警戒しましょう。交戦開始。終わらせた。これでも食え。こいつは効くぜ。バンさん、おお、急げ。チャンスだ。それ、それ、おまけだ。後期です。ブーストで得します。私にお任せを。そこです、アニエス様。ブーストが押されるわ。いや、貸してよ。アニエス様、やったか。うん、レベルアップだ。やりました。脅威度高。警戒しろ。頑張ります。チャージアタックが使える。おらずれた。行くよ。一気に行くよ。ブーストのチャンスだよ。はぁ、いやいや、この木は逃しません。あとはお任せします。真打ち登場だ。有効だぜ。ガンガン行くぞ。ほらよ、暴走客。
続けやバン。ここだ。それ行け、カドル。チャンスだ。やっやっ、もらった。チャンスです。ブーストがおすすめだよ。どんどん行こう。新打ち登場だ。任せろ。当然だね。さすがの仕事ぶりだ、リゼット。
の群れ掃討しますか。光線開始です。こいつは効くぜ。全力でいきましょう。終わりだ。よし、上出来た。決まりましたね、バンさん。これじゃ発見ですね。宝箱だな。
ここで休憩にしましょうか。うん、生き返るぜ。